えー、ソルシエ王国第三王子ジオルドスティアート役青井翔太さんお願いしますはい皆さん本日はご感激ありがとうございました、えー、カタリナの婚約者である <laughs> はっきりと婚約者の二 <laughs> 回言いましたね <laughs>、えー、ジオルドスティアート役の青井翔太ですはい、えー、皆さん本日は、えー、ありがとうございます、えー、アーキルを演じさせていただきましたアーキル斧ですよろしくお願いしますアーキル斧は <laughs> なんかゲーム世代になりましたよ。あれ知りましたよね。はい、ねな,んなんだその名前？会社員池崎のバランスで <laughs> アーキロウのいやちゃんと言ってください。今日はアーキロウので。アーキル今日はアーキロウので。分かりました。いいしたはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあそして最後はアーキルたちの招待のムードメーカーでございます。組みと役村瀬あいむさんお願いします。はい、えー、皆様。 あの見ていただきありがとうございましたそしてライブビューイングの方々もありがとうございます、えー、改めまして組と演じました組、えー、瀬歩ですよじし,し,してる混じしてる お店でオッケーオッケーでオッケー分かった。まああの我々の国はこういう雰囲気で行くとい名前を大事にするっていう文化がありますので、なんか大事にしてなさそうにも感じます。親しかったですね。ねえもしてますよ。はい。してますか。あの今日は短い時間なんですけれども楽しくお話ししていければなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 どうもね、無トラク王国側がそういうふうな、紹介になりましたので。はい、まあまあ、最初からかませたから。いやいやいやもういけそう。これでもう婚約者奪いますよ。いやいや、これで。いけます。いけます。やめなさいよ。そうですね。本当に戸惑ってます。ちょっとだけやっぱ距離があるもんね。え、そう。え、ちゃんちゃんと、ちゃんと、立ち位置でやってるやんか。立ってる。あれ、立ち位置に立った結果ですから。ええ。あ、どうぞ。いいの。はい、じゃあ、内田さん。私は。 麺。麺。麺。ラーメンの。ラーメンの。ラーメンの麺。あってた。いや、いいね、何それ。きょ、本当。今年。ちょっと食べたいって思って。ちょっと。なんか、こう、が。頑張って、家系に入った。すげー一人で。あ、素晴らしいね。すごい。褒められてる。お米を頼み。そこになんか。ほうれん草をバウンドさせ。なんか。ちょっと。 混ぜてそこにあるニンニクやらをすごく悪いことをしてる気がしてでもなんかこうすごい私三十代を楽しんでるって思ってこれは歯消者ですよそこでなんか大人になってるみたいにでちょっとハッピーだったのでこれは麺来年こそは二郎に行きたい素晴らしい拍手拍手拍手 なんかジローの決起集会くらいのような拍手が起こりましたが、すごいなのでやっぱ食べたことないものとか経験したことないことをどんどんこうできたっていうところでハッピーだったかなって思いますね。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱ最後のねエンディングがねあのめちゃくちゃ良かったです。あもうあんなにあ三十四歳 既婚者だけどこんなにニヤニヤしていいんだって思いながらキュンってねニ、うん、ニヤニヤは自由ですから、ね、よかったねって思いながら見てなんかそういうところも含めてもうエンディングもねすご良かったですし逆にこうプレゼントをもらえたようなというか、はい、あの思いましたすごくあのいい作品に関われてとてもハッピーです。はい